今日やってきたのは静岡県三保松原で有名な浜です。こちらは駐車場もあり、目の前が海という場所、トイレも近くにあります。この日は風が強く波もありましたが、平日なので釣り人もちらほらという感じでした。お散歩中の方からの話では、先週はカゴ釣りでなくても遠投さびきでシマアジが釣れていたようです。釣り上げました。息子にとってカゴ釣りで鯛を釣ることが一つの目標でした。その目標を達成した日でもあります。浜から黒鯛を釣る釣りクロートの方はサーフでチヌというらしいです。勉強になりました。